絶対やだ。はあ、絶対絶対ってちゃんと日本語喋りなさいよ。何言ってんのかわからん。もうわかってるくせに。みやびちゃんやゆみちゃんたちのことだよ。大切な人にちゃんとお別れをして前に進んでるもんね。りょうなちゃんやりょうびちゃんもこのまま。なんでりょうびまで混ぜるのよ。なんとかするのはあなただけ。うんうん、りょうなちゃんも絶対そう思う。だってこのままじゃずっと。分かってるんだったらさっさとお別れしてくればいいでしょ。うん、それはそうなんだけど。りょうび、は？だからなんでりょうびが出てくるのよ。りょうなちゃんもいっぱいりょうきお姉ちゃんと遊んだし、いっぱいおしゃべりもしたの。だからもしお別れの時が来てもりょうびちゃんは違うでしょ。なんであんた。わかるよ。だってだからりょうきお姉ちゃんになってからずっと。りょうびちゃん、りょうきお姉ちゃん。黙りなさいバカ犬。うんうん、りょうなちゃんバカ犬だけど黙らない。そうやって迷ってたら絶対後悔しちゃうんだよ。だからりょうなちゃんがりょうびちゃんのお尻を叩いてあげる。
アスカに言われたの。リョウビの姉さんへのイライラは反抗期、甘えだって。あ、そう、その通り。図星よ、痛いとこ疲れたわ。リョウビちゃん、あんたの言う通りよ。ごめんなさいだよね。死んじゃえって言っちゃったこと、リョウビちゃんは謝…ううん、違う。リョウビが姉さんに言いたいことは、ありがとうなの。ずっとお母さん代わりになってくれて、優しくしてくれて、見守ってくれて、ありがとう。素直な気持ちで姉さんにありがとうって言いたいの。
っと言いたい言葉が見つかった。リョーナとアスカには感謝しないとね。リョーナちゃん、よくできました。新しい技思いついたよ。リョーナ、リョービタ、もう一度姉さんに気持ちを伝えるのは、姉さんがリョービたちの前に現…うん、違う。そう、姉さんは、だったらそれがリョービたちの…うん、そうだね。それじゃあリョーナ、やるわよ。うん、バカ犬、全力出しなさいよ。本気の姉さん、リョービちゃんこそ。バカ犬をボコボコにできないようじゃ病気お姉ちゃんの本気には通用しない。それじゃあ全力でいくよ。うん、あ、